Bye.
温まりましたね。自己紹介最後になりましたがさせてください。はい、小原氏です。アナルライライヒッコホリッカさん、ヒッコホリッカさん、私の分にもらうマリアル昔のアリケンです。メユです。エマラジャです。はい、リーダーカニャンです。改めてブラックさんです。よろしく。終わっちゃったよ。てな感じで今日はね、あゆなちゃん生誕祭ですよ。また久しぶりにね、広島生誕祭出ますね。本当に改めておめでとうございます。おめでとうございます。おめでたいね。ね、広島ね、今日お披露目しました7人体制になったんですが、私たちね、明日のヤバギグハロウィンスペシャル会にも、参加させていただきます。でね、その後ね、新体制一発目のくせにね、みんな研修行っちゃうんだよね。そうだね、もう11月から飛ばされます。なんかもう、モーリーとかさ、沖縄、そう、行っちゃうの。どうなのよ、意気込み的には。ちょっと忘れていました、今。忘れんな。一番大丈夫、飛行機乗れる？大丈夫？飛行機は乗れます。あ、よかった。なんだかんだね、一人で楽しんでそうですね。島流で合流とかね、リカ様は東京で研修行くんですね。東京行ってくる。東京に。アナル、まあ、ライライ大丈夫？私と一緒に名古屋なんすよね。なんか部族行っちゃうの。なんかジャマイカだっけ。あと、ジャマイカのバンドで飛ばされました。ジャマイカだっけ。
大丈夫？シャキラも。シャキラもね。シャキラも。シャキラも。頑張ってきてね。頑張ってね。うん、頑張れますよ。頑張って。まあなんとかなります。うん、じゃあ大阪ステーマラジャが福岡ということで。誰か帰ってこないかもね。いや帰ってきてくださいよ。新体制になってもまだ2日でね。帰ってこない。こっちの方がいいわってなって。いやならないでください。ワールドツアーあるんで、トヨスピットあるんで。はい、てな感じで広島でもね、あの今日明日しっかりあの楽しんでいこうかなと思いますので、皆さんも最後までついてきてください。よろしくお願いします。お願いします。それではこの後いよいよ本編ですね、ズボンプライドちゃん楽しんでいってください。以上、私たちがブラックスターズでした。ありがとう、ありがとう。いきなりの死ね。